リラクヤの花澤です。本日はこちら春夏秋冬ちょっといいツボという本を参考に、足のツボ臨球と休居をご紹介します。この2つのツボは偏頭痛や肩こり、神経痛などに効くツボです。足の小腰胆経という経絡上にありまして、この経絡は足の薬指から始まって足の甲、足の外側、ももの外側、脇腹、肩、首、耳、目の外科、眼科の外側ですね、というふうにつながる経絡です。では押し方をご紹介します。それでは押していきますね。まず臨球のツボですが、それはこの小指と薬指の間をこの下方から、この指の付け根から撫で上げていって、止まるところ、骨の接合部の部分ですね、これが臨球です。肩こり、神経痛、偏頭痛を和らげ予防になります。はじめはですね、押すと痛みますが、しばらくするとポカポカと暖かく気持ちが良くなります。寝違い、五十肩などの初期の段階にも効果があります。して、同様の効果がある、やはり一箇所だけではなく2箇所3箇所と同じ経絡上ですとか関連するツボを押すと効果が高まりますが、今度はですね、休居のツボですね。足の外くるぶしの前下方のくぼみになりますね。この少し前、少し下にくぼみがあります。これが休居のツボです。こちらも、痛気持ちいいぐらいに押してください。で、ツボを押す際はですね、息をはーっと吐いた方がいいですね。人間に限らず動物もかもしれませんが、息を吸ってるときは力が入ります。で、はーっと吐くときは緩みます。ということがありますので、押す前に吸って、押すときは吐くようにした方が、体が緩んだ時に刺激がしっかりと無理な力がなく入るようになりますので効果的ですね。はい、反対側も同様に行いますね。この薬指と小指を間を下から上になぞっていって、止まる部分でグッと押します。吸って、はぁ、吐いて、押します。吸って、吐いて、力を入れる。力を入れるというよりかは、なるべく、こう、体重をかけるような感じですね。足が安定した場所に置いていただいて、で挟むようにして、この四肢で四肢をこう下に回しておいて、で、その少し体を前に倒すようにして、体重を指先に乗せるわけですね。すると腕の力ではなく、なるべくやはり指の力ではなく体重圧で押すようにした方が手が疲れませんし、効果がありますね。はい、それと休居のツボですね。のくるぶしの前下方のくぼみです。ここがくぼんでますね。ここにこちらの同様に、
手をあてがって、体を前に倒すようにして、今見えませんけれども、覗き込むような感じですね。ふーっと。で、肘は曲げない方がしっかりと体重が乗ります。ぐー。自分の痛気持ち、強さで。吸って吐いて押します。吸って吐いて押します。体重をかけて押します。はーという感じですね。いかがでしたか？また動画を上げますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。